ジェームズ・ハリントンを描いた油絵ジェームズ・ハリントンは、新京都革命から、王政復古期のイングランドの古典的共和主義思想の、政治哲学者。1656年に表した、共和国論、オセアナが有名。ジェームズ・ハリントンは1611年、サプコテス・ハリントンとジェーン夫妻の子として、ノーサンプトンシャーのアプトンに生まれた。 1615年に死んだ初代エクストンのハリントン男爵ジョン・ハリントンは王子にあたる。1629年、オックスフォード大学トリニティカレッジに特別自費生として入学。同年、在学中に父が死去しており、2年後の1631年に学位を取らずに退学、死んだ父の遺産でヨーロッパ大陸へと渡った。 ハリントンは一時ドイツ義勇軍に入り、そのゴーランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、イタリアへと旅を続けた。旅の際、教皇の足への口づけを拒んだり、ベネツィアへの旅の際に、イタリア共和主義の知識を得たりしていたと言われる。ハリントンは1636年頃に、イングランドへと戻り、国王チャールズ一世の友をして1639年からの、 スコットランド遠征に加わった。この戦争は失敗に終わり、それがもとで国王は議会と対立、第一次イングランド内戦が起こる。1646年に王党派が内戦に敗れた結果国王は議会派にらわれ、イングランド北部のニューカッスル・アポンタインに拘束されたが、ハリントンの強引な手法でロンドン近くのホールギンビー、ハウスに移された。 ハリントンは1647年5月に王室執事となった。しかし1648年に第二次イングランド内戦に敗れた国王は再び議会派に捕まり、翌1649年に処刑された。1737年に再出版されたオセアナの表紙チャールズ一世の死後、ハリントンは共和国論、オセアナの執筆に没頭する。 この作品は一度はイングランド共和国語国教となっていたオリバー・クロムウェルに没収されたが、クロムウェルの娘で、ジョン・クレイ・ポール夫人、エリザベスの取りなしで返却され、1656年にクロムウェルに捧げる形で出版された。オセアナには、執政官と議員を無記名投票、人気性で選ぶよう述べられており、クロムウェルシゴ・ハリントンらは、 ロータクラブと呼ばれる組織を作って、これを実現するよう運動したが、成功はしなかった。1658年のクロムウェルの死後、共和制は短期間で終わり、1660年に、チャールズ2世が、王位について、王政復古となる。1661年12月28日に、ハリントンは逮捕され、まともな裁判もないままに、ロンドン島に遊兵される。 これを不当として、ハリントンの姉妹らは、ヘイビアスコーパスを出すが効果なく、プリマス沿岸のセントニコラス島に移された。しばらくしてハリントンは、親戚から援助された5000ポンドの保釈金で、釈放される。1675年に、バッキンガムシャーの貴族の娘と結婚するが、子がないままその2年後の1677年に死去、ウェストミンスターの 聖マーガレット教会に埋葬された。ありがとうございます。